はい、皆さんおはようございます。先週はですね、ちょっと体調不良でお休みさせていただいて、急遽ティディさんにね代わっていただいたんですが、今日は元気に浜名湖の方から送らせていただいております。なんかね、東京ニュースで見るととても寒そうで大変だなぁなんて思ってるんですけれども、皆さんいかがでしょうか。浜名湖の方は昨日はね暖かかったですね。そしてね、とても今回不思議なのは、浜名湖の平均気温は結構高いと思うんですが、桜がやっと八分咲きぐらいになってきて、咲いています。平年並みっていう感じなのかなと思うんですけどね。はい、すいません、一緒にこれを受けそう。おはようございます。メイフルさんおはようございます。 KKY さんおはようございます。全財さんおはようございます。ジュンさんおはようございます。シオンエツコさんおはようございます。エミディオさんおはようございます。ハーモニーさんおはようございます。はい、ね、今日はどこかでですね、全財さんが聞きたがっていた他個性の顔を見るという話をね、ちょっとどこかに挟んでいきたいななんて思ってるんですけれども、もうタイトルは自分で前世を覗き見ると書いてくださっておりますけれども、まずは久々にですね、数字のメソッドという本から入っていきたいと思ってます。今日はですね、29日金曜日、3月29日のね、あ、そう、皆さんね、私ちょっとだけ髪型変えたんですよ。前髪切っちゃったのね、こうやってちょっとボブっぽく変えました。ちょっとなんか雰囲気が違うぞって思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、ちょっとだけ雰囲気を、前髪切るだけで随分変わるなって自分で。あ、ティティさん声で、あ、すいません、音出てた、すいません、失礼しました。はい、こんな感じにしておりますが、3月の29日ゲート87、軌道修正の日ということで、小さい頃に理由もなく好きだったもの、好きだった遊びは何だろうか、今世の目的や使命は子供の頃に好きだったものの中に隠れている。子供の頃の記憶を羅針盤にして現在の自分の位置を再確認してみよう。キーワード、小さい頃の記憶が蘇ることで現在の自分の位置を確認する日、軌道修正、子供の頃の記憶を羅針盤にする。あ、嬉しいな、こういう話が書いてあると話がね進めやすいですね。どういうことかというと、ちっちゃい頃にね、結構その方の基本的な生き方だったりとか考え方による形っていうのが出てきやすいんですね。例えば、小さい時の遊びが、パズルをすることがすごく好きだったとかね、あと何かを組み立てることが好きだったとか、それとか何かを壊してまた組み立てることが好きだったとか、いろんな遊びがあると思うんですよ。砂をいじることが好きだったとか、それから植物と何か遊ぶのが好きだったとかね。で、いろんな遊びを皆さんしてると思うんだけれども、その中でですね、結構いつも、お友達となんか一緒にこうやっているだけで嬉しかった。それとか、なんか一人でコツコツ何かを作るのが好きだった。で、絵を描くといつもこんな、例えば建物の絵をいつも描いていたとか、絵を描くと未来の風景を描いていたとか、絵を描くと、お花の絵ばっかり描いてたわとか、絵を描くと小鳥の絵ばっかり描いてたわとか、そういうものがいろいろあると思うんですね。で、そういった中を思い出してみると、そういえばちっちゃな頃からお友達とお話しするのが大好きだったなとかね、いう方はやはりそういう何らかの関係を持ってたりすると思いますし、絵を描こうというといつも車ばっかり描いてた方、今でも車だったりそういったものに対してすごく興味がある、ものを運ぶということに対して興味があるのかもしれませんし、いろんなものが見えてくると思います。で、それは
こじつけとかそういうことではなくて、何か好きなことと重なっていることが多いんですよね。で、女の子はみんなおままごとをするかと思いきや、そうばっかりでもなくて、例えば私の時代っていうのはグリコのおまけっていうのがあって、ありがとうございます島悦子さん、あ、ちょっと可愛くなりますか。で、なんかキキキリン風になってきたっていう、意見もどっかにはあったりするわけですけれども、さよさんおはようございます、コバさんおはようございます。私なんかはそのグリコのおまけを買って集めて箱の中に入れて何か並べてみるのが好きだったり、コレクター的な要素っていうんでしょうかね、結構好きでしたね。いろいろなんていうのかな、少しずつ少しずつ貯めたものをね。で、やっぱり今でもそうなんですが、どこかでコレクター的な要素があるなと思うんですね。で、先日も本箱を片付けてたんですけど、やっぱり本に関してもそうなんですけれども、捨てられないなっていうのがあるんですね。なんか本って好きなんですよね、やっぱりね。で、子供の頃から本に触れることがとても好きで、よく読んでましたから本が好きなんだけど、面白いのは私が読んでた本が何かっていうと、小さな魔法使いとか、緑の指のトットとかね、なんか不思議系が多かったんですね。空飛んでる、のんちゃん空を飛ぶとかね、皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、そんな魔法使いが出てくるお話だったりとかね、そういう魔法使いの話、やっぱり魔女の話多かったですね。やはり結局今どうなのっていうと、そんな仕事をしてるんですけど、ちっちゃい時からそんなものに興味があったんだなって今は思ってます。おばさん、ハーモニーさんおはようございます、さよさんおはようございます、山桃さんおはようございます、七色ピッピさんおはようございます、みよみよさんおはようございます、ありがとうございます、川瀬恵子さんおはようございます、カノンさんおはようございます、ベティさんおはようございます、レイナさんおはようございます。ですから何かね、皆さんもね、その当時読んだ本っていう中でもヒントがあるのかもしれないですよね。自動車の本ばっかり見てたぞっていう人は、やっぱり大きくなってからもね、好きな自動車があるとか、自動車にどの自動車に乗ろうかっていうのがとても興味の対象になっている時もあると思います。島悦子さん、私は子供の頃おもちゃでは遊ばなくて、青い空に白い雲が流れて形を変えていくのをずっと見てたり、木の葉が風に揺れるのを何の感情もなしに見てましたね。あ、そうですか。うん、島悦子さんのいつも書き込みを見させていただくと、あ、そうだよねっていう、その原型の中にね、青い空に白い雲っていうね、興味があったんだなぁなんて思いますね。私も結構ね、本も読んでたんですけれども、結構見てましたね、雲をね。で、あとですね、やってたのが、こんな話していいのかな、木のね、ところに根っこに、土のところにこうやって雲が、なんか地雲っていうんでしょうかね、その地雲をそーっとかって抜き出して、見えないとこに埋まってるものがどうなっているかっていうのに興味がありましたね。だからよくミノムシもハサミで切ってしまったりとか、そういうのはすごく面白くて、その何かこうやって殻の中に入っているものを出すというのが大好きで、卵を割ることを覚えた時もすごく嬉しくて、殻の中に入っている卵を見るのが嬉しくて卵を割っている、食べるんじゃなくて卵を見たくて、それを観察したくて、こうやって殻を割ってたりとか、それとかさっき言ったように本当に残酷だって言われそうなんですが、蝶のさなぎの中を一生懸命見たくて、サナギの中でどう変化しているのかが見たくて、こうやってハサミでね、残酷にもサナギを切っちゃったりとかね。だからなんかサナギからこうやってを脱がせるとか、サナギの中に何があるかとか、そういったことにすごく今、塩悦子さんが書いてくださったおかげで思い出してるんですけども、興味がありました。
だから見えないところに何かある形、それとかね、冬のシーズンになるとカマキリのこうやって泡の中が固まってるような卵があると、それの中をこうやって切ってみたりとか、アリの巣をほぐしてみてどうなってんのかなとか見たりとか、あの残酷にもセミの抜け殻が孵化する前にハサミで切ってしまったりとか、それは残虐というよりも私の中では本当にその中でどう変化するんだろうか。だから殻を脱ぐ前の変化ですよね。見えないところで起きていることが何なんだろうかっていう関心は多分人よりすっごく強かったと思います。ですから随分あの私の犠牲になってしまったさなぎちゃんたちはいるのかもしれないんですけれども、ああプラレールで自由に線路を作るのが好きだった。面白いですよね。線路っていうのはあの走っていく部分ね、いろんな走っていく場所を作っていくわけですよね。でそこをプラレールが走るわけですよね。みんな何かねそうやって見てると、あなんだなんか原型があるなっていうのは見えてきますよね。だから神秘的なものに惹かれる、あの人の目には触れないで中で変わっていくものに惹かれてるんだなっていうのはすごく今でも思います。そしてね、今どうなのっていうところがあるんですが、皆さんの中でどうでしょうかね。昔の遊びをこうやって振り返ってみると、例えばお洋服を作るのがすごく好きだったとかね、女の子だと布切ってお洋服を作ってみたりとか、そういうものが好きな方もいらっしゃるし、お料理を作ったりとか、葉っぱでね、あの、あとね、面白いのは過去生で調剤っていうか薬草関係やってた人は、あの、結構こうやって葉っぱ摘んできてですね、なんかこうやって揉んだりとか、なんかその葉っぱで遊んでる人が多いですね。で、あの、過去生見て、あの、薬草を扱ってた、あの漢方医さんだったりとか薬草を扱ってた人っていうのは扱ってましたよねっていうと、実は葉っぱを集めていろいろこうやって刻んで匂い嗅いだりとか、こうやって吸ったりとかして遊んでましたとかおっしゃる方が多いですね。うん、皆さんよかったらシェア書いていただけると嬉しいななんて思います。で、あの過去性の影響っていうのは、まあ、あのだんだん自分で過去性を覗き見るというところに入ってって、昨日ねハニエルさんがお話になってたんですが、やっぱりそういった興味や関心っていうのの向けるところがあるんだなって思ってますね。現在の趣味とかね、案外少しだけやったけどとっても上手にできるっていうことは、過去性での積み重ねがあった上でやれるようになったことって多いですね。ベティさん、私には逆に記憶がないですね。スターパーソンだから。だからかな。スターパーソンっていうのは、星のあれだからということかな。ちょっとよく、うん、ごめんなさい。記憶がない方もいらっしゃいますね。でも記憶っていうのは面白いんですけれども、体の中に入っているので、記憶というのは、あのやってきたことすべては、割合、あの、全部、体、私たちの体や、あの、フィールドの中には情報が入ってたりしますよね。うん、面白いなと、いろいろ思いますが。でね、ベティさんもウォークインなのって書いてある。面白い。ちょっとごめんなさい。あの、ところで、昨日お約束したあの過去生の顔の話を忘れないうちにね、先にしていきましょうね。あの、大きな鏡用意します。で、結構こういう細いろうそくだと危ないので、こういう丸っこいろうそくってあるでしょ？太めのろうそくを、鏡はね、こういう、このぐらいかな。結構大きい方がいいですね。上半身もちゃんと映るぐらいの、このぐらいの鏡。で、これを斜めに置いて、その両脇のちょっと後ろ側に、こういったろうそくに火をつけ、ろうそくの灯火をですね、こうやって2つ置いとくんですね。
両サイドに。本で言うと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、師匠の本を鏡代わりにしたら、ちょっと私の場合申し訳ないのかもしれません。こういう、ちょっと、どうなる？ここだ。よいしょ。ここに、こういう感じですね。二つ、両サイドに置きます。右と左、両サイドに。で、電気を、部屋の電気を消してしまうんですね。で、しっかり宣伝しながらやっておりますが、そうするとね、光がぼーっと、ろうそくの炎が揺らめいてきて、真っ暗ですからね。で、鏡に映る、顔は映ってるんですけど、それを少しぼーっとですね、見ているんです。ぼーっとして。うん。そうするとね、そこのところに、自分の顔に最初は被るようにですね、薄く顔が重なってきます。で、これはね、皆さんに見えますよっていうのは、実は、私の友達のスピリチュアルなティーチャーが来た時に、ワークショップでやったんですね。で、その時、6人ぐらい参加してたんですけれども、全員が目撃者になったんです。それでまあ、皆さん見えますよっていうお話をさせていただきました。三面鏡じゃ合わせてずっと、鏡の世界、うん、そういうのもありますよね。でも一枚の普通の平らな、平たい鏡で大丈夫ですからね。それを斜めに置いて、ろうそくを後ろ側に立てておく感じですね。そうすると光の加減がちょうど見やすい光の加減になります。そうするとね、面白いことに、自分の上鏡の顔って、こうやってだん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 いろんな顔がね、被ってくるんですよ。で、その顔が被ってくるんですけども、面白いのは、みんな同じ顔を見ている。シェアしながら見るんですよ。あ、今目が寄ってきたねとか、今度の人は目が大きいよね。なんかシワがいっぱいあるからこれ老人だよねとか、なんかちょっと超八戒みたいなすごい顔になっちゃったわねとか、結構いろんな顔を体験しました。ですから目がちょっとこうやって離れてったりとか、ね、離れてく目を私が見てるとき、後ろ側にいて、一緒にシェアしてる人たちも、あ、目離れてきたね。あ、そう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 、目離れてきたよとか、ちょっと顔が丸くなってきたりとか、細くなってきたりとか、そういう顔が、揺らめきの中にですね、こうやって見えてくるんですね。ちょっと意識はちょっとぼーっと鏡の画面に集中してる感じで見てるんですけども、で、その中で、目が丸くなってきたりとか、いろんな形がですね、竹野さんおはようございます。見えてきます。で、そこで感じたのは、子供のような顔もあるし、すごい老婆っていうか老人のような顔もあるし、いろんな顔があったんですよ。で、いろんな顔がある中で、とても人間と思えないようなね、なんか、なんて言うんでしょうね。わ、こんな顔してた時代もあったのかな、なんていうのもあったんですけれども、よかったら、でも一人でやると怖いかもしれない。で、ただし気をつけていただきたいのは、火事にだけは気をつけてください。本当にろうそくの炎でないと見えませんので、鏡の立て方とかですね、そういったところを安全にしていただくことが一番重要じゃないかなと思います。で、電気を消してぼーっと鏡の中を見てると、なぜ見えてくるのかなと思うほどに、私たち、多分、ろうそくのですね、光のその周波数っていうかね、それが私たちのこの全体にある何かを映し出していくんでしょうね。ずいぶん昔にジュディなんとかさんっていう方だったかな、ワークショップに参加した時に彼女の顔が変わっていくのがわかるんですよね。全然違う顔になっていくとか、そういうすごい人なんだよって聞いたんですけども、そんなことがありました。今なんかチャットの方ではベティさんの宇宙歴の話が入ってますね。宇宙人の魂です。うん、宇宙人の魂っていう表現もなかなか難しくて、みんな宇宙人の魂なんですけど、長すぎて忘れたんだけど、転生が比較的少ないので、宇宙人の魂であることを覚えているっていう形もあるし、
誰かチャネラーさんとかにね、あなたは宇宙人ですよって言われたことによって覚えていたりとか、あと、前世療法なんかでね、宇宙体験をしてのシーンを思い出して、宇宙人の魂だなって知る人もいますし、まあいろいろなね中でいらっしゃいますよね。私もすごく面白いのは今の旦那さんとのね出会いをヒプノ催眠でね見た時に宇宙船の中で出会ってましたね。宇宙船の中で私は何らかの機械事故で死んで、こうやってなんかカプセルのようなものに入れられてる私がこうやって見えて、それを心配そうに何人かの、なんか心配そうにしてもないですね、眺めている宇宙人のグループがあって、その中の一人が、あ、主人だったなと思って、もうちょっとまともな人間の地球での、ビジョンは出てこないのかいと自分で後で思ったんですけれども、宇宙船に乗って、その時なんかカプセルに入っていた私がいて、あ、ここに、あ、うちの旦那さんがいるなみたいなね、そんな感じでした。前座さん、よしやってみよう。はい、結構ね、私が使った鏡このぐらい大きいですよ。うん、そのためにね、ワークショップの、それがまたね楽しいのは、ワークショップをするために鏡がいるということで、そんな大きな鏡買ったら高いじゃないって言って、近所の家具屋さんに行ったら、それが5000円だったんですね。とてもお安くてあって、とても素敵な鏡がありましたので、それでやることができたんですけどね。うん、全財さんって大阪の全財さんですよね、多分ね。お会いすることがあったらやってみたいですね。本当に部屋の電気を消してろうそくっていうね、他の星から来ると早めに落ち着く人と影響があるケースとあるんですね。結構なんていうのかな、ずっと地球に転生しながらいるんだけど、一回ちょっと戻る記憶を持ってる人とか、いろんな方いらっしゃいますよね。キュコンさん、おはようございます。ユスケさん、おはようございます。はい、セーフ間に合いましたっていうか、その先ほどの鏡のねやり方は説明しちゃったんですけど、またよかったら後でね見ていただけたらいいんじゃないかななんて思います。で、あと過去生の記憶の中でですね、私の持っているのは、昨日ねちょっと読んでて、どこだったかな、アトランティスのね崩壊末期ですよね、末期の記憶っていうのがあるんですけれども、これはね、私はね霊体だったんですね、アトランティスの末期で。末期の記憶をこうやって持ってて何かっていうと、結構アトランティス時代に、なんていうのかしら、神官だったっていう方が結構いらっしゃるんですけど、私から見るとあの時代、正統神官っていうか正式な神官っていうグループは少人数だけあるんですね。でもみんながね、神官みたいな人たちになっちゃったんですよ。なんか神官の公務員かっていうか、神官がうじょうじょいる時代っていうか、なんか神官もどきがいっぱい現れた時代だったんですね。で、その人たちは多分神官の記憶を持ってらっしゃると思うんですけれども、で、霊体側からいくと、その、霊体から、正式な神官たちとか、いろんな、まあ、チャネラーがたくさんいた、チャネラーっていうよりも、特別な能力を発揮することができるように機械だったりとか、その特別な情報学習によって、神官もどきの状態になる人たちが増えたんですね。でも正式な神官ではないけれども、自分は神官だと思い込むような人たちが増えたって言ったらいいのかな。なんかそういう能力者が増えたんですよ、その時代。で、波動を今のスピリチュアル用語で言うと高い周波数に持っていくことができるようになる人たちが増えたんですね。で、できるようになったので、自分たちはもう進化したんだと思い込んでしまっ
って素晴らしい状態になっちゃったんだっていうおごりみたいなのが蔓延したんですね。でもその中で私が感じてるのは、あの時あの感情、人間が持つその恐れに対する感情だったりとか自己否定の感情っていうのを、そのあの高周波になったと自分が自称する人たちが実は片付けてなくて、そうですそうです、科学が発達しちゃって、その周波数だけ発達して、その自分が持つあの全部その恐れだったりとか自己否定を、なんていうのかな、解消していって周波数を上げたわけじゃなくて、機械的にとか秘技的にバンって上げちゃったんですね。あの短期間で上げちゃったんですよね。でそれによって思い込んじゃったわけですね。あの高次元になったと思う、あのスピリチュアル用語で言うとすごい状態になったんだという思い込んじゃった人たちがいっぱいいて、で外側から見てるとちゃんとしたあのなんていうのかな、メッセージをこうやって伝えてても伝わらないんですね。そんなことしてちゃ危ないよとか言ってても全然聞こえなくて、で正当進化の中で一部あの本当に少数の人たちだけはそれを受け取ってくれたんだけど、もうどうしようもなくなっちゃって、もう全体としてどうしようもないくなってきて、それであの崩壊してったんです。ですからあの人間の体持たないと意味ないなって、私がその時の感覚を持ったの、霊体じゃ役に立たないぞっていう記憶がすごく強いんですね。変革期には人間の体で降りてないと意味がないぞっていう感覚がすごく強くて、でそういったあのなんか歯がゆさとまた違うんですけれども、その情報の伝わらなさっていうのかな、なんかそんな感じがあってですね。でそれともう一つ、その人間の感情が結局最後はその蓋を閉めてても結局はこんな感情一つがあのいろんなものの崩壊のあのなんていうの、種になってしまうんだっていうのをすごくこうやって眺めていたので、今世の私っていうところにつながる過去世としてあの見ようとした時に感じ始めたものなんですけど、感情をちゃんとこうやって自分があの感情の中に埋もれないようにするというのを大事だなと思って、感情の解、最初その悟りとかゲート師匠に会う前は感情をどうやったらあの解消していったり手放すことができるかってことに興味を持って、そして自覚という方法を見つけた時にこれだと思った理由は、その自分の感情というものに対するあの視点が変わるってことがやっぱりすごいなと思ったんですよね。でそのアトランティス の, あの失敗したその周波数だけ上がったように見えても中の深呼に持っている感情、恐れと自己否定の感情、それがあのそとか罪悪感の感情、基本的な感情があのなんていうのか、周波数が上がれば上がったほど逆にそれがトリガーになってっていうかあの摩擦を起こしてですね、あの滅亡を作ってしまったっていう記憶を見てたという記憶があるわけですね。うん、そうなんですよね。実現するっていうあの霊体でいてもね、あのサポートしかできなくてね、あのなかなか動かないですよねあのもしょもしょって言って動く場合も、うまくいくと動く場合もあるんだけど、なかなか動かないなっていう感覚がすごくあって、やはり人間になってこうやって配信して言葉で伝えられることができるっていうのは本当に素晴らしいですよね。霊体だとね、伝えたつもりのことも、でも3分の1とかね、4分の1しか伝えられてないこといっぱいありましたので、この方がいいんだろうなっていう感じがしますよね。ですから案外そんなあのことがあるので、で神官でいた記憶を持つっていう方たちは、あのまあ神官、あの正統派の神官っていうのはあの今ほとんど多分肉体を持ってる人はあのどうなんでしょうね、
あんまり正統派の神官で肉体を持っている人はほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと思う、そのごく少数のね。で、さっき言った神官もどきりでその過去生をやった人たちがその修復のためにもう一回戻ってきてらっしゃるって方たちはいると思うんですけども、どうしても人間の場合で神官だったっていう感覚が出てくるとね、あ、すごい人だと思うと思うんですけども、まあ神官級になったっていうすごいその思いがね残っちゃってたりするわけですよね。でここ の, そうゲート師匠の中にも書いてあるので、ああ面白いなと思ったのは、文明的にもまだアトランティス文明が成立するかはるか以前にあったって、なんかアトランティスは今日知られている大陸の形態ではなく10余りの島からなり、文化的にもまだまだ開花する前でしたが、メルキゼデク大使はそこで宇宙の基本的な法則を伝授しました。神秘めいたこの教えはこの後にアトランティスの種族と他の部族にが交わる過程で一部露見し、彼らが御用するようになったことからアトランティス沈没という最悪の事態を招くに至ったのですって書いてあるんですが、本当にやはりね、ただ周波数を上げるということじゃなくて、この肉体を通してのいろんなものが全体性につながっていくっていうことがとても大切なんだなって、私は今その見たという記憶の中で思ってて、その情報がどうだったのかなと思ったんですけど、大体そんな風に受け取ってたんですけども、この間ねお友達にやっぱりゲート師匠だけじゃなくて他の方たちもこうやってそういうところに移動して時空旅行で見られてる方がいらっしゃったみたいで、その方の話を聞いてらっしゃる方がやはりそのようなことが起きていたと言って、ゲート師匠と同じような状態を見られたという話を聞いて、情報はやっぱりいくつかの情報がそんな風になってるし、まあ、違う情報もあっても構わないんですけど、パラレル宇宙という考え方を考えればあっても構わないなとは思うんですけども、私がの感覚はそんなんでした。カノンさん、前に友達とチャネリングしてたら大昔アフリカで宇宙人と仲良くしてたのが出てきました。はい、面白いですね。アフリカね、人間の DNA の原型はアフリカの一人の女性から生まれているっていうのがねありましたよね。ですからそういう昔の記憶っていうのがいろいろ出始めているので、ちょっとしたきっかけでいろいろね出てきますね。記憶、おっぱい星にいた頃のわずかな記憶しかネタですよって。あ、そうですか。ね、おっぱい星っていうかね、ただねこうやってね、なんていうのかな、あまり進化してない星、進化してるとか進化してないっていうのも一つの概念でしかなくて、運動性、エネルギーの運動を、一つの方向の運動をずっと体験できるような星もあるんですよね。ですから、ポヨヨン星とか、私はおっぱい星で今ちょっと反応、おっぱい星っていうのは、ポヨヨン星にはいたことがあるんですね。ポヨヨンとした感覚を十分に味わうことができる星があるんです。ポヨヨンって。ポヨヨンとした星があるんですね。なんていうのかな。ポヨヨンなんです。人間の言葉で説明はできないので、とりあえず説明できるとこまで言うとポヨヨンなので、ちょっとそれはおっぱい性という表現もしていいのかななんて思いますね。ポヨヨン性にいました。ポヨヨン性っていうか、私はすごく一つの固定したところにいなくて、あっちこっちで移動するのが楽しくて移動してた人なので、ポヨヨン性にもいましたっていう方というか。だからね、何がどうかなんてね、今知らなくてもいいんですよ、はっきり言って。ポヨヨン星です。案外、ユースケさん、ポヨヨン星がおっぱい星って言いたくなっちゃう元気を作ってるかもしれないですよ。ポヨヨン星があったりとかね、アーティストみたいなね、集団がいる星があるんですよ。で、そこはね、光の本当グラデーションの、なんか自分の、意識や感、なんかこうやって意識の動きとか何かの動きが全部ね、グラデーションっていうか光のね、まるでね、光芸術で現れてくるようなね、そういう星があるんですね。本当に綺麗な星がありましたよ。なんか光、光としか言いようがないな。でもそれは
地球人が見てる光とちょっと人間の目で認識する光と違うんですけどね、あのとりあえず言うならそういう揺らめきのある星とかね、いろいろありましたね。それとかあの地球人のように多様性なっていうか、あのなんかネガティブだとか言うけど、こういう多様性があるっていうのは面白いんですよね。あの楽器で言うと、ね、前にも言ったと思うけど、フルートアンサンブルとかね、バイオリンだけのアンサンブルとかね、チェロだけのアンサンブルとかね、弦楽器だけのアンサンブルとかいうよりも、バスーンもいたり、大太鼓もあって、シンバルもあって、ドラも鳴って、ジャーン、ジャーンとか言って、ピーとか鳴るような、あの、現代音楽のような、あの、なんていうのかな、その、そう、まさに現代音楽ってドラも鳴らすし、結構高音域の持つ、あの、高い音域、周波数帯の持つ、あの、ね、チャララーンってチャイムなんかが鳴ったりとか、あの、バスーンのような音、すごく太くて低い音で、ウォウォウォとかいう音がしたりとか、なんかそういう現代音楽がありますけども、なんか地球ってそういうとこですよね。面白い。とっても面白い。なんかとっても面白いとしか言いようがない私がいて、すっごい面白いですよ。それをなんかあの笛の音だけがキラキラとあの美しく奏でているフルートだけのアンサンブルがいいとか、ピッコロだけのアンサンブルがいいとかね、それが素晴らしいなとかいうのとまた違いますからね。多様性の体験という意味ではここの星ほどあの面白い星ないんじゃないかなっていうのが私的考え方なんですけどね。うん。TD さん、移動したいタイプだな、そうですか。うん、あ、ひろみさん、おはようございます。TD さん、割と移動しないんですよね。これから移動されるかもしれないけど、TD さんの、あの星、TD さんの滞在期間っていうのは、割と一つの星で長いタイプですよ。なんか、そんな感じがします。そういう記憶を垣間見てみたいな、うん、動かないコアラっていうか、割とこうやってずっと一つのところをじっくりじっくりあの味わっていく持続性があるっていうか、あのティディさんこういうことずっとやっていけてるじゃないですか。でもそれとは関係ないんですが、ティディさんの場合はあの比較的一つの星がもう本当にふるさとになるほどに長く滞在しながらあの味わってらっしゃいますよね。私ちょっとやると、ちょっとかじると、あの味見するとすぐ次のブースに行ってまた別なものの試食してるようなタイプなので、あの、なんていうのかな、あんまり落ち着きがないって言い方もできるんですけどね。なんかいろんな人がいますよね。でもそれも一つの考えっちゃ考えで終わっちゃうけども、ただあの思うのは、私たちがアトラクションの中で遊んでるならば、そういったものがあることにしてなんか楽しむとかね、多次元的な自分をこうやって遊ぶこともできるんじゃないかなとか思うんですよね。プレアデス星の存在を知る前から携帯画面がプレアデス星なんですが、過去性関連あるのかな、やっぱりネガティブな星なんですか。いや、あのそんなことないですよね。ちょっと待ってくださいね。球根さん、プレアデス星の滞在長いですよね。うん、プレアデス星の滞在長いですよ。うん、ゆうすけさん、あの、まあ、そういう分類としてみてもいいし、どうなんでしょうね。それも一つの、あの、言葉とか、あの、この間ね、あの、クリストファー・カレンさんがね、おっしゃってましたけど、言葉での限界っていうのがどうしてもあるので、星という言い方が合ってるのかどうかすらも、ちょっとわからなくなりますよね。あの、
私もチャネラーさんにあなたの魂はプレイヤーですから来てるねって言われたことがあり、中学生の頃は UFO とっても興味がありました。でも今は地球をもっと楽しめたらと思うようになって、宇宙なんて出なくてもいいんじゃないと考えてます。そうですね、あの別に今そのでもそういう話が面白いじゃないって言って遊んでる感じがすごく最近しますよね。そのことに対して深刻じゃないっていうのかな、あのだそれだからどうなのよみたいなね、意味ないじゃん、今ここにいる私で十分でしょっていう感じですよね。あの結構舞い上がってね、ああそうなんだどうのこうのとか言って、あなたは使命を持ってこの星におりましたとか言って、わあ私ってすごいとか、そんなところですごいなんて思わなくていいんだよっていうね、そうそうそう、今ここにいる私っていうものを十分に楽しんで、創造性を発揮していったらいいんじゃないかななんて思いますね。だからその星ではいろんなことありますけど、それはただのうんそう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 、あの遊べばいいですよね。地球大切にしたいって夢は見ました。夢の中でも地球からの搾取はやめようとか言ってました。そうですか。ひろみさんはシリウスと関係があると言われました。それをため、そうそうそう、シリウスと関係、私のその宇宙観のに、人間の言語体系に変換した言葉で言うと、シリウスというエネルギー体系のところとひろみさんは、関係が してます。で、そこのところでじゃあどうすればいいかって言ったら、自由に楽しんでください。らしさを発揮するということでいいと思います。らしさを発揮するってそんな感じですね。で、地球に普通にいると次の星にチェンジできないからなっていうのもあるんですが、あのこれも一つのあれで、別にこうならないとチェンジできないとか、そういった概念すらを一切持たなかったらチェンジできる可能性は十分あると思いますね。魂は多生から来たということですか。多生も何生もないというか、地球自体も多次元的に存在してたし、1個目2個目3個目っていう数え方をしようと思えばそうやって数も数えられるし、他の星っていう概念に関しても、あのなんていうのかな、他の星っていう言い方をしてればそうだしっていう、うん、とてもあのだんだんね、私もどうでもよくなってきてるっていうか、どうでもよくなってきてるんだけど、そこらが感覚的なものにどんどん移ってきてるので、うん、どうでもいいんだけど、他の星から来たとも言えるし、すでにそこにいるだけとも言えるし、すでにそこにいるだけって言い方もできるし、旅してるという言い方もできるし、うん、うん、固まることが最近増えてます。うん、重なり合って、その重なり合い方がちょっとなんていうのかな、あの重なり合い方の説明がなんて言ったらいいんだろう、こうやって重なってるわけでもなく、こうやって重なってるわけでもなく、説言葉でより正確に伝えようと思うと言語はないです。でそういう時に宇宙語に逃げるって方法があって、宇宙語で説明していいですかとか言うと、宇宙語で説明するので、じゃああのそのイケメンが多いのはイケメン性ですね。そうやって作ればそこの星ができるっていう言い方もできて、じゃああのちょっとね、あのこういう宇宙の情報っていうのは言葉じゃなくて、あ今感じたのはライトランゲージだったりとか、宇宙語っていうのは確かに説明するのにいいぞって今あの分かったので、もしよかったらあの自分の星の情報とかね、星ってどうなんだろうかとか、
どんな感じで来てるんだろうかっていうのなんとなく受け取ると思って、そんな情報を今から宇宙語でダウンロードしますので、よかったら面白いなと思う人はお付き合いください。遊びですよ。遊びでいいんですよ。この3次元的な遊びをちょっとやりますね。はい。じゃあちょっと情報としてダウンロードさせていただきます。皆さんに。受け取りたい方だけ受け取ってください。星に関する情報ということで、もしかしたら皆さんの星なんかあるかと思います。なんかこんなことやり始めちゃっていいのかな。引火者とか悟ってるとか言いながら宇宙ですかみたいな。いろんな側面を持ちながら楽しんだらいいんじゃないかなと思ってます。はい、行きます。グラスブレイヤーカ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 スブレイヤーということで、一応情報ダウンロードはしましたので、よかったらそれ解約してみてくださいっていう。通訳してくださいというか、なんか感覚でね、味わったもので、見てくださればいいんじゃないかと思います。こういう時ね、宇宙語楽だね。日本語で説明しなくていいからね。宇宙どうなってんの？はい、じゃあ説明しますって言って宇宙語で、やったらいいという。なんと、楽しいんだろうか、みたいな。今スピ TV に来た人、いきなり宇宙語全開で朝からびっくりだよねって。そうだよね、ドロロ、もしや宇宙の方だって。はい、いろいろやっております皆さんね、宇宙語できますからね、宇宙語は。うん、宇宙語は他の人の体で、その成人たちも身体を持ってるというのはまたちょっと違いますね。一応宇宙語の波動を一番ここの音声の波動で一番近いところに変換しているので、完全なそこのところの音声ではなくて、いつ頃から宇宙語を話せるようになったのですか。宇宙語を話したのは、一番初期に話したのは多分15年以上前ですね。アバターでは、梅子さん、何がお願いしますか分かってないでしょさっきの宇宙語で皆さんに宇宙情報をダウンロードしましたという、そのよかったら、もしかするとこのダウンロードの変換がしてあるので、夢の中でとかね、なんか感覚の中で、分かるかもしれませんよということで、何もまだ何もすると言ってないんですが、何がお願いされてるのか、ごめん梅子さん、エミリオさん何も今言ってないぞ川瀬恵子さん、宇宙語を目をつぶって聞いてたら、私はスペイン星とシリウス星から来てるって気がしたけど、スペイン星って何ですか？多分スペイン星ってあると思いますよ。ただそのスペインのスペインとちょっと違うんですけど、音源的にはスペインっていう言い方って合ってると思いますが、私もいちいちそのダウンロードした情報を今度人間語にまた翻訳し直すのは大変なので今してません。今はダウンロードになっただけです。七色ピッピさん、舌足らずのは私でもできますか？宇宙語はね、できるんですよ。宇宙語のコツっていうのは、前にもやんたら二郎さんとのね
中にも出てきましたけども、ハートがポイントになるのでできます。面白いですよ ね。クリストファー・カレンさんの量子宇宙音楽をこの間テレビでやってて見てたんですね。でそれがすごく嬉しくて、いやー面白そうだなっていうか、私の中にある感覚ですごい分かって、いやーさすが節子さんも宇宙人かみたいな感じで楽しんでたんですね、紹介してくださった。でいやー行きたいな、やっぱり量子音楽だよな、絶対音ってすごいよねなんて思ってて、でふと知り合いの方が紹介してくださった方がいて、ちょっとシンキングボールをね味わいたいなと思って、今日シンキングボールをのセッションを受けることにしたんですけどね。やはりその音とか倍音っていうのはすごく言語じゃないね、一番なんていうのかな、チューニングが一番早い方法ですよね。言語だとどうしても何か言葉が誤解を作ったり、例えば宇宙という言葉が誤解を作ってる時もあるじゃないですか。で宇宙って言うとなんか真っ暗闇の中にあって星がこうやってきらめいてる宇宙っていう風にどうしてもしてしまうんだけど、宇宙っていう言語が持ってる領域ってまた違ったりとか、いろんな言語があるので、言語で説明させようとすること難しいことはないなって最近はすごく思うんですね。この感覚を言語で出そうと思うと、ただ黙ってるしかなくなっちゃったりとか、するわけですよ。でクリストファー・カレンさんの量子宇宙音楽という考え方の方がよっぽど、そうそう、ベティさんおっしゃる通りだと思います。音楽に国境がないって本当ですよねって書いてあるんだけど、本当に音楽ですよね。言語で説明しようとすればするほどそこにいろんなものが絡みついちゃって、だって国語辞典で何かって言って検索したっていろんな意味があるじゃないですか。例えば英語だってプレイっていう言葉の中に持つ遊びだったりとか、なんかねテニスをする時もプレイを使うわけだし、いろんなプレイっていう意味がありますけど、そういう領域や言葉が一つだけの言葉になるいろんなものもありますよね。ゆうすけさん、記号を与えられるとそれは言霊になるし呪詛にもなるしと考えます。そうだと思います。本当本当、意味合いを固定してしまうんですよね。でその意味合いの固定が何て言うのかな、勝手に一人ずつが固定するんですよね。で共通固定してるように思うんだけど共通固定じゃなかったりとか、全部が全部 100% の領域を何て言うの、すいません、今、接続が切れております。今回復途中ですので、少々お待ちください。切れている間ちょっと音楽いきますね。ただいま留守にしております。ピートー
これカリレさんのちょっと音楽なんですけどね、これサンプル版です。すいません。ありがとうございます。はい、切れちゃってました。はい、音楽でつないでおきました。はい、はい、はい、どうぞです。はい、ありがとうございます。回線切れてましたね、すいませんでした。はい、はい、そう、それで今日ですね、回線切れちゃいましたね。早口みたいだった。うん、宇宙語。でね、音楽って、今もう聞こえてるのかな？あ、もう大丈夫です。はい。音楽というのってすごく体にいいなって思うんですね。で、最近ね、私、お友達に CD をいただいたんですよ。で、そのね、CD がね、すごく良くて、聞こえますか、皆さん。聞こえますか？ OK ですか？これはね、宮田義武さんっていう方のね、ライアー奏者がいて、即興的なね、弾き方で、弾いてるんですけどね。こういう弦の音っていうのもね、チェンバロっぽいですか？よかったらね、宮田っていうのは普通の宮田なんで、吉武がね、美しい、山岳の楽ですね。吉武さんっていう方です。で、この CD の中にね、カエルの声とかね、鳥の声とか、あと外側の公園で遠くに聞こえる子供の声とかが入ってるんですね。うん。で、ライアーっていう楽器なんですけども、今突然この音楽に切り替えたのは、ちょっと話題を変えていきたいなと思って、宇宙人になっちゃって変なこと起きちゃったので、まあちょっとしっとりとしたリラックスな感じに変えようかなと思って、ちょっと音楽をかけさせて今いただいてるんですけれども、で、音っていう世界がですね、持つ不思議さっていうか、カノンちゃんもね、宇宙語のコスモボイスという形で音を出してヒーリング調整をしてますけれども、最近、うちの方の、コスモチャンネルというセッションを受けた女性の方は、ライアーをやっぱりね、このライアーを使いながら体の調整をしていくんですね。で、その体が欲しがっている音っていうのがあっ
って、その音っていうものがその人の体をどんどん調整していくわけです。で、それはクリスタルボールもそうでしょうし、シンギングボールというあのチベタンボールという言い方もするんですけれども、それもそうなんですね。ドライヤーはですね、今持ってきますから待ってください、ね。形ちょっと違うんだけどね。あの「千と千尋」っていう映画があって、そこであのこんな感じですね。こんな縦ごとですよね、本当に。あとあのこれは体にこうやって共鳴板がこうやって張り付いて張り付きながら手でも支えますし、体からなんていうのかな、エネルギーのバイブレーションがずっと漂ってくるわけですよね。ですから弾いてる人が実は一番気持ちよくなる楽器なんですね。で、宮田さんの楽器はもうちょっとこういう丸い感じのちょっとまた別なライヤーなんですけれども、本当にちっちゃな音がすごく綺麗になるので、夜中でも弾けるぐらいの大きな音が出る楽器ではないです。ハープ系の、そうそうそう、形状の小楽器、小楽器っていうかね、これはね、あのシュタイナーって方ご存知ですか、リスケさん。あの幼児教育だったりとか、シュタイナー教育っていう言い方をしてるんですけれども、そのシュタイナーに関わった、あのシュタイナーの音楽理論の中に、この世の雑あの騒音がうるさすぎるということで、非常にあのなんていうのかな、ほらここのところで自然音入ってくるでしょ。自然の中が入ったりするといいですよね、はい、ということで、なんか楽器されるといいと思いますよ。これから皆さん歌ってもいいし、昔何かやった楽器でもいいし、CD はあのね、宮田義武さんっていう、普通に宮書いて田んぼの田に美しいに竹で、検索、Facebook で検索すると出てくると思いますので、カエルの声があって、とても、あの、聞くっていうこともいいんですが、私はね、できたら皆さんに何かの楽器を、こうやって自分なりに、こうやって、なんていうの、エネルギーを感じるっていうところで、弾くことを進めたいんですね。で、ギターでもいいですよね。ギター弾かれた方はギターでもいいし、つまびくという形でもいいと思うし、なんかその音の、音を自分の中に共振させていく、そんな感じがいいんじゃないかなと思います。で、それともう一つは自分の声を出すことで、あの、どうとか、でとか、あーとか言いながら出すということも一つです。それともう一つは、あとね、私音っていうのはやっぱ好きだなと思うんですが、これが、528という 528Hz の音差なんですけれども、こういった音差を使って遊ぶっていうのもいいですよね。音差が一番簡単かもしれない。Amazon だったら多分5000ぐらいからあるんじゃないかなと思いますが、これちょっとあの高いんですけどね。あのちょっとこれをパソコン上で伝えることはできませんが、 528Hz という検索をすれば出てきますが、ぜひ528に関しては音差で持っていただけたらいいなと思います。この音差1本あるだけで
相当使えます。本当に自分の、周波数っていうか、チューニングマシンですよね、要するに。整えていくことができますので、クリスタルチューナーもてらっしゃるね、もうちょっとちっちゃいね、こういう。これクリスタルチューナーなんですけれども、クリスタルのかけらにカーンってやって鳴らすようなクリスタルチューナーですが、こういう方いらっしゃいますけど、クリスタルチューナーもいいけど、この、528はもうおすすめですよ。持ち歩くことができる一番楽な、ものです。で DNA、ね、修復もするっていうように、うん、はい、やっぱりクリスタルチューナー使えますよね。うん、プリンさん528ですよ。ぜひお小遣い貯めて528買ってください。528結構万能です。528とクリスタルチューナー持ってれば大体いいんじゃないかな。で、クリスタルチューナーのように大きな音は出さないんですね、これは。膝かなんかで叩いてこうやってやるともう全然違う周波数で。クリスタルチューナーだと、ちょっと待ってくださいね。これがクリスタルチューナーですよね。またこの音はこの音ですごく気持ちがいいですけども、528はこうやって叩いちゃダメ、なんていうかな、クリスタル叩くのじゃないですからね。これは、膝かなんかとかこういう樹脂でできたですね、マレットかなんかでこうやって叩いて聞くととても気持ちがいいですよ。で、528の音楽は、うん、生で体験したくて私は実際買ったんですが、生素晴らしいです。もう本当に 528Hz の生音はすごいなって感じがしますね。結構ね、本当私音が好きなんだなって、この間のカレルさんの番組見て本当に思いましたね。私は音だなっていうのがすごく思ってます。528ですね。浄化作用も528で十分できますね。生でやっぱり音っていうのはこうやって共振してきますから、生のその持ってる手が持ってこうやって細胞に伝わってくる感じだったりとか、すごくいいですよ。本当気持ちいい。そしてもう一つ音っていうと、あとね、もうちょっと簡単な、もっと安くて売ってる1000円ぐらいでありそうなね、こういう親指ピアノという楽器があるんですね。これはもっとちっちゃいのがアジアン雑貨屋さんに多分1000円とかそのぐらいで、このぐらいちっちゃいのでもあります。で、これはこれで、こうやって弾く楽器なんですけど、これもやっぱり生音の音がこうやって体の中に入ってくるので、一定のリズムをしながら瞑想的に使うこともできると思います。カリンバ、親指ピアノっていう楽器ですね。カリンバに関してはね、榊万郷さんっていう方がカリンバの弾き方の奏法の、ビデオを配信無料で見れますので、榊万郷さんっていう人を検索してちょっと音を調べてみると、 ありがとうございます。はい、宮田義武さんのサイト見つけてくださいました、ありがとうございます。これね、今流してるのはね、新しいアルバムでもうじき、うん、出てきます。それからね、これね、バリで買ったバリの本当に雑貨屋さんで買った楽器なんですけど、これはこういう高周波の出る高い
こんなパソコンだと多分カットされちゃうからね、ちゃんと聞こえないんだけど、まあこういった楽器もあります。でこれからは本当にあのカレンさんの番組を見てて音の時代だなっていうのを感じました。で音の中で静かにこうやって音の中、ね、言葉があるとどうしてもその言葉の意味を追っかけてしまうんですけれども、音だけのこういう世界を持った音楽楽曲っていうのはね、なんかとても本を読むよりもどんな美しい詩を読むよりもスーッと入ってくるような、私はですよ、詩が好きな人を否定してるわけじゃないのであれなんですけども、自分のその中にあるものと共鳴しやすいものをね、こうやってすることによって中心に戻りやすいんじゃないかななんて思います。これは私のただのこれが趣味なんですね。で今日のまた戻りたいんですけれども、あ、そうそうそう、アンクもそうですよね、よくドロロンさんよくご存知ですね、こういうねちょっと音声に似たものがありますよ。黄金っていうのもいいですよ。黄金もねポヨーンとか言ってね遊べるし、昨日ね楽器屋さん実はいたんですね、息子がベース見たいっていうので、でレインスティックっていうのがあるんですよ。このぐらいね長い棒でシャラララララって言ってこうやって、簡単に言ったらあれですよ、ラップの芯がつないである中に何か米かなんか入れとけばいいんですよ。でシャーッとこうやって雨の音がね、波の音だったり、レインスティックって時々出てきますが、そんなのが鳴ったりとかですね。で楽器も何にもないよ、お金は今何もないよって言ったら、瓶の中にお水を入れてチーンって叩けばいいです。それだけでも本当に、あ、ディジュ持ってきちゃった、いいですね、ゆうすけさん、ディジュも本当に体に共鳴してきますよね。ゆうすけさん好きじゃないですかうちの旦那さんはね手作りのディジュ持ってます。買ったディジュじゃなくてね、こういう缶でできた、その音が出ますよね、体に本当に共鳴してきますよね、ディジュね、いいですよね。宮田さん入ってくださいました、ありがとうございます今チャットの方に多分これは宮田さん、演奏者本人が今入ってきてくださってます。音そのもの、響きに耳を澄ますのがすごく素敵とだと思うのですっていう、入ってきてくださいました、ありがとうございます。でそうやってね本当に生音で、しかもそれができたら本当にそのままの振動でこうやって自分のオーラからこう皮膚感覚、細胞に響いていくようなね、そういう感じですよね。ものがこうやって入ってくるといいなぁなんて、素敵だなぁと思いますね。石と石をこうやってカチャカチャやってもすごく綺麗な音がするし、私ね、本当にね、やっぱりこういうのが好きだなって、今日のもう一回読むと、子供の頃の遊びにって書いてありましたよね。今思い出しましたけども、でんでん太鼓を買ってもらってね、で、音楽教室行くようになった時に、私はね、でんでん太鼓にね、スチールドラムのように、ここを叩くとなんかドみたいな音とかね、ドとかね、ここを叩くとちょっと高めの音がするから、レーとか言って書いてね、遊んでたなと思い出したんですね。やっぱ音好きだったんですね。ドロロンさん、宇宙の戦いでは周波数の戦いでもあったらしいです。その戦いでは地球はその戦いで負けていたらしいです。負けてたとかいう、そのね地球はね、この地球じゃなくてね、別次元に存在した、もう今はない、第3番目か4番目ぐらいの地球だと私の記憶は思うんですが、まあいろんな形があるのでどちらでもいいです。ただ本当にちょっとした音や楽器や何かその振動が私たちに対してすごく大きな影響を及ぼすんだなっていうのはすごくわかるんですね。で今宮田さんが入ってらっしゃいますけども、その毎日ライアーを弾いてる宮田さんっていうのは、そのいつもいつもその音の中にこうやって暮らすことができるようになってるので、そういう方っていうのは本当に意識がどんどん変わりやすいんだなと思いますね。ですからこれからミュージシャンの意識っていうのは非常に変化をどんどん起こしていくと思いますし、
特にあのディジュだったりとかライアーだったりとかそういう倍音楽器を扱う方たちが意識が変わりやすいとはそんなことじゃないかなって。で何も持ってなかったらあのガラスのコップに水入れてチンって叩いて、あ綺麗だなって自分のなんか好きな音が出るようにコップを3つ並べて水の量を変えてこうやって叩いて遊ぶだけでも気持ちがいいんだと思いますね、うん、で今日は実際ここに宮田さんいらっしゃるんですが、また今度宮田さんさ新しいアルバムが正式に発売した頃によかったら宮田さんあの前にスピ TV にはね長谷川さんも出られてるんですよ。宮田さんよかったらあのスピ TV のゲストとしてなんかどうですか、いらっしゃいませんか。よかったらチャットでお返事を書いていただけたら朝でもいいし夜の番組でもいいかななんて思いますね。宮田さんがあのごきあのよかったらっていう感じでですね、本当にね素敵なあの演奏だなと思ってます。で今日は音楽のことをずっと喋っていて、皆さん多分お楽しみにしているなんかメッセージないかなと思われると思うんですけど、考えてみたら昨日もハニエルさんがねいろんな皆さんに対してメッセージをお渡ししてると思うんですね。で今日はまあ私はどうしても音っていうことが今皆さんに伝えたいなと思ったんですね。カレルさんのもちろん影響もあるけどやっぱり自然の音に耳をずっと澄ましていく、意識を向ける、そして自分の内側に向かう自分の中に流れる呼吸の音だったりとかあの心臓の音とかそういったものにずっと意識を向ける、ただ風の音でもいいし、これから虫が鳴いたりとか猫のね盛りの声だったりとかね、いろんな音聞こえますよね。そういう自然の音をぜひこの週末皆さんが親しんで、その中で無意識で聞くんじゃなくてちょっと意識して聞いていただけることですごい、体が変わります。でこの時期のもうこれは私自身からのメッセージだから今日多分このお話をしてます。なんて言うんでしょうかね、ぜひ音に意識を向けてくださいこの週末。そうするとね、この4月新しい年度が始まる自分自身をチューニング新たにチューニングしていくことが必ずできますので、例えば楽器屋さんに行ってなんか音で遊ぶこともいいと思いますし、石と石をこうやって合わせてこうやって音耳を澄ますということもいいと思います。それから陳謝とかいうねこういう何でもいいんですよ、いろいろあります。あのこういうね仏具のねこんな楽器もあります。こういうのもあるし、私も音物多いんですよこういうねガムランボールと呼ばれるね本当にもいいですし、あのお子さんがいらっしゃる方は赤ちゃんがいらっしゃったりとかする方、カランコロンカランコロンカランコロンってあの寝かしつける時にこうやって振るのがあるじゃないですか、あれでもいいですね。あれ私ね捨てちゃったの今に思えばすごく残念でね、すごくいい音ができてますね、カラコロカラコロカラカロって。そんなようになんか素敵な音に、耳を澄ませてみてください。で宮田さんよろしかったら今週末あたりになんかライブがあるならばここの書き込みをご利用ください。きっとねどこで聞けるのかななんて思ってらっしゃる方もいると思うので、一番近いライブかなんかがありましたらよかったらご案内してください。ドロロンさん、今の、電波局の周波数は悪魔の周波数にされているそうです。あは、そうですね、オルゴールいいですね。オルゴールもねすごいんですよ。オルゴール療法っていうのがあって、あのとてもあのピンの原数が多いオルゴールで倍音を大きくするっていうのもあるんですね。あすごい、ゆうすけさんだから最近444で合わせてるの、さすがですね、440で合わせてないゆうすけさんはよく知ってらっしゃると思います。
はい、音の中に入っていくイメージで聞くと本当深く感じられますよね。時々浄化も必要ですか？528のチューナーそのものは別に浄化するとかそんなことあんまり考えなくて大丈夫だと思いますよ。528は本当にまずひろみさん自分が使ってみると分かると思います。でドローンさん、覚醒するらしいです。でね、周波数で覚醒するんだけどね、やっぱりね感情っていうのがねちゃんと片付けていくことが大事ですね。今週末ではないですけど4月の13日に CD 発売記念ライブを下北沢でやります。よかったら皆様いらしてくださいねっていうご案内があります。下北沢のどこでやるのかな、まあ、宮田さんのホームページの方からご覧くださいね。とにかくちょっと音でね、音をに耳を傾けてください。はい、ありがとうございます。悪の周波数で、あと言われるんだけど、でもねそれもね一つのね、440という周波数がって言い方されてるんですけども、それ悪って言った瞬間に悪という固定を作りますので、私は使う、あんまりどうでもいいことにしてますね。残念、その日別のライブカメラスタッフで呼ばれちゃってます。ああ、ゆすけさんカメラスタッフされてるんですね。またどんなのもね、いろんなところで宮田さんこれから弾かれるのでよかったら、ね、この自然の音とダイヤの音が重なってるのがすごく気に入ってますよ宮田さん。何かをね悪だって言った途端にね悪の周波数にねしちゃうんですよ、どん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 。だからねそういうこと言わない方がいいんですね。悪だとか決めつけちゃうと、そこに定義づけをして、そこにその意味づけをパワフルにする力を私たちが持ってるんですね。だから言えば言うほどそうなっちゃうので、あまりそういうことは気になさらなくていいと思います。ただ自分が聞いてこの周波数の調律が気持ちがいいからだとか、この音が好きだからとかいう感覚だけを大事にした方がいいと思いますね。そう、感情の解決に早道なし、こっちの方が正しいかな、そうだと思いますね。本当に感情の解放をちゃん解決とか、その感情っていうものに対するものを蓋を閉めるんじゃなくて、ただ周波数をじゃあ音楽で上げちゃうだけじゃなくて、やっぱりここのにある恐れだったり自己否定感だったりとか、そういったものが本当にただの考えで何でもなかったことなんだっていうふうに解消されていけばいいと思うんですね。そうですそうです、ひろみさん、心地よいと思うものを選んでいけばいいです。で、心地よくないものに何かの定義を与える必要は私はないと思います。こうなんだああなんだってことはなくて、ただこれが好きなんだ心地いいんだっていう方向に行くだけでいいと思います。そうすると余分なものに対するエネルギーじゃなくて、心地よいものだけにエネルギーが注がれていくので、心地よさの増幅になると思います。本当にこの間のクリストファー・カレルさんのお話があったような、あったように、その同調が起きることによって波が大きくなるんですよね。ですから何の波を大きくしたいかっていうのは、心地よいというものが大きくなる方が私は好きなので、あえて心地悪い波を増幅させることはないんじゃないかなと思ってます。でもこの世にどうのこうのはないので、別にどちらであってもいいんじゃないかなって。ねえ、ベティさんなんかきっと本当にこの音の感じ好きだと思いますよね。なんか今日はその音ということについてお話しさせていただきました。今日は一人ずつのね、メッセージっていうのはしませんけれども、ぜひ皆さんにお伝えしたいのは、
自分の心地よい音を声で出してみましょう。そして心地よい音を何か探してみましょう。なんか、ああ気持ちいいなと思うことをしてあげましょう。そうすることによって4月からの新しい年度代わりの私というものがどんどん変わっていくんじゃないかなと思います。心地よさ、音でも全て香りでも何でもいいから、あの週末与えてあげてください。私自身のために、そして与えること、そしてそれを十分に味わってあげてください。桜の花を目にの中に映し込んであげるのが素敵だと思えば、それをしてあげてほしいし、なんか素敵な、あの昔聴いてた CD をそういえば思い出したなっていう方はそれでもいいし、あ、球根さん電子ピアノを買う決心つきました。うん、ぜひピアノを買って、自分の弾くと演奏するってことは自分に一番心地いい音を出すことができるので、ぜひ奏でてください。で、弾くときにはうまいとか下手じではなく、あ、こういう音が自分が心地いいんだなっていう、楽譜や何かにもとらわれないで自由に音を楽しんでほしいなと思います。ということで9時になりました。今日は皆さんありがとうございました。途中でね、スカイプの方が調子悪くなっちゃって申し訳ありませんでした。また来週皆さんにお会いしたいと思います。では失礼します。ありがとうございます。では良い週末が皆様のもとにありますことを。ドローンさん、周波数で DNA に作用し封印されてた DNA が復活し完全体になるらしいです。はい、いろんな情報があります。はい、TD さんありがとうございました。